はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。カズナリ様、ホワイトアウト、5963様、太郎に勝代様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判にさせていただきたいと思います。東京29区凱旋場所、ありがとうございました。ここで、いつもやってるよ。とこですね。いろいろ教えていただきまして、誠に助かります。ありがとうございました。今のトラックはリミッターついてるそうであります。私、東京に来て、運転しなくなってもう12年ぐらい経っちゃうんで、そうなっているとは知りませんでした。リミッターついてて100キロ出せなくなっちゃってるらしいですね。私が運転してた頃は平気でトラックでも100キロで走っておりましたけれども、川口クルド国会、初登場、維新高橋議員、集団で暴れている。総理は現地視察を。川に死体が浮いている。一斉取り締まりしないと全キックに波及する。共同通信、ギャオーンギャオーン、不確かな情報をもとにした国会議員による外国人差別だって専門家も言ってる。特に仮放免の方、しっかり管理していただきたいと、犯罪者と同一するような発言もあった、大騒ぎしておりました。まあネットだけでですけどね。ネットニュースだけでですけどね。落ち着けよ、ウイロー。ちょっと一旦深呼吸しろよ、ウイロー。っていう感じなんですけど、世論です。専門家って何の専門家だよ。売国メディア必死のテロリスト擁護。日本人も含めて取り締まれば問題ない。不法移民している時点で犯罪者だが、法律無視する共同通信。クルド人を私兵にしているのは日本共産党さんですよ。関わり深いですね、共産党とね。差別といえば逃げられると思ってる考えは甘い。専門家ならクルド人の暴れっぷりは知ってるはず。差別じゃなくて素行の悪さや危険さを指摘してんだわーって、専門家が言ってるーって、何の専門家なのか書いてない、誰なんだかも書いてない。共同通信記者、脳内専門家大活躍ってとこですかね。落ち着けよ、ウイロー。仮放免者を犯罪者と同一視するような発言もあったなんて書いてありましたけど、いや、送還を猶予されてるだけで不法滞在っていう全くの犯罪者なんですけど、同一視もクソもね、何言ってんだって話。共同通信、落ち着けよ、ウイロー。必要な杉田さん叩きの時もそうでしたけれども、共同通信の無理やり用語にどこも追随しないのが笑えますよね。まあ、ツイッターその他では、バカなパヨどもが、この記事読んで、そうだそうだ言ってますけれども、嘘ばっかり、論理破綻ばっかりで、追随できないんでしょうね、他はね。専門家って誰だよって話だ。共同通信って社団法人で、法人税払ってませんでした、こいつら。どうやったらここ潰せるんだろう。こっから情報買ってるですね、新聞とテレビ、潰せば、勝手に潰せんのかな。まあ、情報問屋みたいな側面ありますから、情報小売りのテレビ新聞潰せば、潰れるんでしょうか。共同通信と時事通信。わし、共同通信と時事通信は、GHQ がね、日本にあだなすために作ったもんだって、思っておりますけれども、茨城県警、犯罪を助長する犯罪インフラ。これはですね、他人名義の携帯や、車や、銀行口座や、偽造身分証や、雇用行為、不法滞在者と知ってて雇うって、摘発強化で、不法滞在者が住みにくい県を目指すと。昨年逮捕された不法就労雇用者は25人で過去最多。不法滞在者を雇ってしまった。逮捕された25人、過去最多。不法滞在者の味方、共同通信、ギャオン不可避ですね、これね。茨城県警はレイシストかなんか言って、差別だかなんか言って騒ぐのかな、まためちゃくちゃな論理でね。世論です。明日は埼玉と理解してそうなる前、理解してそうなる前にやろうとしているのでしょう。国が主導して全国的に行うべき。
地元でも仕事しねえで有名な茨城県警が本当にやるなら応援する。盗難車解体ヤードも禁止してほしい。日本全国で見習ってほしい。不法滞在者がいない県を目指してほしい。犯罪インフラ撲滅で不法滞在者が住みにくい県を目指すと。この前の不法滞在者っていうのはですね、川口クルドみたく難民申請繰り返して送還を猶予されてるやつじゃなくて、潜伏して犯罪で食ってるような連中のことを指すんでしょうね。川口クルドだって送還猶予を行儀よくね、静かに待ったらこんなことにはなってなかったのに、でかい面して暴れっからこの野郎ってなるわけでね、茨城県はアジトとなりうるですねヤード、規制条例も作ったし熱心です。川口で問題になってるヤード、高い塀で囲っちゃって中全然見えなくて盗難車の解体工場になってねえかとかですね、そういうね相次ぐ作物泥棒に切れたのかな、茨城県警な。潜伏中の不法滞在者がいない県目指して頑張ってください。警察官の中にはですね、農家の出身で、実家の農家の桃が盗まれたとか、そういう人もいらっしゃるでしょうかね。北上して福島県に逃れるやつもいそうなんだけど、福島県ではよそ者は目立つかんな、とにかく。田舎者は、見慣れない顔見と、すげえガン見すかんな。おとなしく自首しろって話ですね。経済安保情報取扱資格制度、セキュリティクリアランス、法案、閣議決定、これ高市さんが頑張ってたやつですね。経済安保上重要な情報にアクセスできる権限を政府が身辺調査の上許可するというもので、福島みずほ、早速騒いでました。ギャオーンって。秘密保護法大改悪かなんか言ってね、騒いでおりました。世論です。答え合わせ終了。情報盗む気満々やんけ。後ろめたいやつだけ大騒ぎ。セキュリティクリアランス制度は欧米では必須で今までなかったのが異常。福島みずほは調べられると全てアウトの気がするこの人が騒ぐなら大正解。早速摘発候補者が騒ぎ出している。答え合わせ要員としては非常に優秀と。みずほ、水道、鉄道、航空、空港、放送が対象になります。うわーって騒いでましたけど、それの何が悪いんだかさっぱりわかんない。全て生活にとって重要なものばっかですよね。これからはスパイを送り込ませにくく潜り込ませにくくなるじゃないか。ギャワーンって騒いでんですかね。資格ある人しか情報に触れらんないから。違反は最大5年だって。結構な懲役もらえるようです。みずほが騒ぐわけだわな。特定秘密保護法の時もですね、国会前で太鼓叩いて大騒ぎしてましたけれども、今回は割と静かですね。いよいよ国会提出ってなったら太鼓を持って集合だっていうことになるのかな。特定秘密保護法の時はですね、自衛隊機を撮影したら逮捕されるであるとか、居酒屋でオスプレイの話をしたら逮捕されるってデマ流してましたけれども、今回はどんなデマが流れるのか楽しみだな。このぐらいのデマでも、そんなバーナっていうデマでもいいんですよ。境界知能の方にはこれで十分。その他のニュース。昨年の婚姻数は外国人も含めて489,281組で、統計を取り始めた1934年以降でも過去最少になってしまいました。これね、少子化を推進するですね、男女共同参画を今のまま続けるっていうんだったらですね、人口6000万人、もしくは5000万人の国づくりを考えていかないと。人手はロボットとか機械で代用して、人はもっと重要な仕事だけやるようにしてみて、しないといけませんね、これね。安易に外国人で補充しようとしてるのが自民党ですけど、やめろよな。福岡県宮間市小学校で1年生男子7歳が給食のうずらの卵で窒息死する事件がありまして、これを受け全国の給食からうずら卵を控える動きがありました。うずらの卵あんま好きじゃないんですけど、生産者が、まあ、気の毒ですよね。こんにゃくゼリーで窒息死やった時も、全国のこんにゃく生産者さんたちが大ダメージ、受けておりましたけれども、うずらの卵なんて中華丼八宝菜あと家系ラーメンですか、でしか見たことないですけど、普段は。菓子を嫌う、
学校関係者としては、まあ選択しない判断しょうがないのかな。今はあのモンスタークレーマーの親もおっかないし、ネットにさらされるしね。高齢者施設はですね、これで窒息がちょっちゅうあるそうなんですよ。半分に切ったものを出すそうであります。うずらの卵は危ねえ、高齢者施設では常識みたい。うずらの卵を禁止するよりもですね、窒息の恐れがあるので、よく噛んで食べてねっていう教育が必要なんじゃないのかな。これが続くと、つまり給食でうずらの卵を出さないっていうのが続くと、自分で責任取れる大人になってからですね、初めて食べたって世の中になりそうだな。滋賀県のアパートで無職山本、なんて読むんだろうねこれ、49歳が同アパートの派遣社員グエンなんとかかんとか35歳の首を刺して殺害。両者にはですね、騒音トラブルがあったみたいであります。無敵の人 VS 外国人っていう構図なのか。いや、無職って書いてますけど、無職が無敵とは限りませんけどね。大資産家であるとか株投資で儲けていくかもしんねえからね。陸自朝霞駐屯地、倉庫から菓子パン十数個を盗んだ一等陸佐50代を懲戒処分。余ってるのかと思った。これネットではですね、大佐ともあろうものが何やってんのっていう意見が多かったです。一等陸佐って大佐ですよね。大佐っていうのは300人から500人の大隊の指揮官ですよ。大隊大隊、中隊、小隊、その次は班か、班。大佐ぐらいから閣下がつきます。大佐閣下がつきます。大体駐屯地だったら長だし、まあ基地とかあったら長、そこの長だし、軍艦だったら船長ね。艦隊長、軍艦の集団の艦隊の長を務める場合もあります。その大佐が何やってんなーっていうがっかりの意見が多かったです。本当にですね、お、余ってるって勘違いしてんでしょうかね。まあちょっと謎なんですけれども、まあ金額的には2000円ばかし、だったみたいで、なんか悪気なくやったような気もしないでもないな、うっかり屋さんだなという感じになります。メール党員大募集中であります。メール党員になって日本改革党をご支援ください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。